ようございます。釣り動画のあきらです。今回は浜名湖へ向かってます。サッパー釣れねえかなと思って、サッパー釣って、まあもしかしたら運が良ければヒラメ、うん、サッパーは簡単酢漬け寿司、ヒラメは、まあ、寿司だね。釣れればね、ヒラ釣れないんじゃない、分かんないな。うん、なんか何でもいいからちょっと大物みたいなのがかかってドキドキしたいっていうのはある。釣れんなら釣れんで、まあまあサッパさんが釣れりゃいいし、うん、あの表浜名湖へ行ってきます。鈴がいっぱい釣れたよ。サッパ勢がやっぱ回ってるな。サッパ勢が回ってる。来た来た、いるなぁ。来るか、来るか、はい、いる。やっぱハゲ側に食うな、サッパは。あれ、一匹いなくなってる。食ってたじゃん今。ああ食ってたじゃん。マジかよ。底抜けなかった、当たりが出てなかった。うん、悪かったな。食ってたじゃん。
近くね。なんだ。お、結構結構。おー。思った。またやそうだったり。よし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 、いいぞいいぞ、バレんなよ。ほら、いいヒラメ。お刺身？お寿司にする？なんだなんだ、なんだこれ。生きてる。なんか汚いな。豚ボロだな。どうした。すげえでけえな。豚ボロになって。食えるよな。緊張できたけど、跳ねたね。おお、低い、やばいやばい。おお、低い。カウンターの、やばいやばい。あ、抜かれた。マジかよ。お、あ、うわ。根に巻かれたわ。マジか。あ、マジっす。
目に巻かれないように頼むぞ。だろ。お、久しぶりだな、おじさん。着水できたかな、まあ、これ。着水が入った。そうだね、いけそう。あ、いっぱい立ちようか、これ。でかいダツだったな。かかってる。重り食ったな。え、こんな。でかいダツさんだったな。なんか重い。お肉。うわ。よいしょ。ついてた。ごっくん。釣れたね。海良かったな。ヒラメさん、マゴチさん、タチウオさん。シーバスも来たけど、あれ平鈴木だったかも。最近の状況的に手前のあのテトラにさ、入られて、うわ出てきたって思った瞬間に糸がプチって切れちゃう。擦れてて、なんか暴れて、もうギリギリだったな、あれ。もうちょっと強引に擦れる前にもうなんとか浮かせてやったらよかった。丁寧にすぎるんだかな。やっぱあそこの手前のテトラ結構入ってるから、そこにグンと入られて、あ、まあしゃあないわ。よかった、楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。タチウオさん、塩焼きにしました。タチウオといえば塩焼きでしょ。骨ちょっとあるけど食べれちゃうかな。いただきます。うん、うん、うまっ。うまいな。ユオさん、皮目香ばしい。うん、うまっ。ご飯が進む。うん、めちゃめちゃ最高に美味しかったです。どうしたでした。
2匹しか持ってこなかったな。どっか餌使ってどっか行っちゃったね。この子肉厚だな。ヒラメさん、寿司にしました。うまそう。大葉を取ってきて挟んで握りました。この季節になりましたね、大葉さんとヒラメさん。まずは縁側さん、いただきます。うまっ。甘々です。うまいね。よし、ありがたい。もう一個行ってから狭間さん行きますか。うまい。やっぱおばさん聞いてるな。ついに最後の一個になってしまいました。狭間さん、ありがたくいただきます。ありがたい。うまいね。めちゃめちゃ最後に美味しかったです。ごちそうさまでした。狭間さん、お預けだ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。